白装束は伊達じゃねえ。待ってな秀吉。俺の覚悟、あんたに刻むぜ。 バカ野郎、雅子どもに用はねえ。失せな。あなたの覚悟に口を出すのはもはや俺の役目ではありませんし、存分になされよ。政宗様、白装束だと奴で玉砕でもするつもりか。勘違いすんじゃねえ。こいつは秀吉のために来てやってんだぜ。 天下上等。今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。竜だ、竜神が怒り狂ってやがる。 首だ。手柄だ。ごきげんよう、伊達政宗。そして、さようなら。俺様の立身出世のために死んでくださいよ。ああ、見ねえ顔だな。誰だ、あんた。はあ、え、お前。 俺様のこと知らないの？ほら、勘兵衛さんの次に賢く強い兵衛だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵衛のことか。ってことはだ、あんたがあの黒田官兵衛か。誰がおかんだ。 あれと一緒に去った。殺しますよ、お前。またべだ。豊臣の右腕、竹中半兵衛さんと鶴井の名し並びたつ未来の左腕、どうぞ。またべ様だ。わっ、左腕っていや石田三成だろうが、あんたさっきから俺をおちょくってんのか。 未来のって言ってるだろうが。未来のお前をめった刺しにしてちょん切ってバラバラにバラして出世すんだよ。うわーか。でもな、何でえさんよ、あんた出世は諦めるしかなさそうだぜ。はい。 そりゃそうだろう。秀吉は俺がぶっ潰す。これからいなくなる奴のもとでどうやって出世するつもりだ。あのさ、
何調子こいちゃってんですかお前。俺様の名を顔をよく覚えとけ。だってまさむねえ。この出会いも一期一会、もてなしましょう。心より。俺流にな。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて両方かもな。詫びかサビか好きな方を注文しなよ。さっさとよ。豊臣にもクレイジーな奴がいたもんだ。なんてな。お前にも詫びすけにも選ばせはしねえよ。俺の好きなように暴れるさ。よせサビスケ、僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ好きにしなワビスケ。だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこった。やれやれ、随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の茶道とは恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか。俺が冗談に見えんのか。本気も本気、俺は大真面目だぜ。大真面目？大バカ野郎の間違いだろ。あなたはご存じないのですね。秀吉様は日の本を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力はそれが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから当然だろうが。そのような強大な敵にあなたは本当に勝てると思っているのですか。ナンセンスだぜ。結果なんだどうだっていい。肝心なのは俺が今どうしたいかってことだ。そしてその通りに動けるか、そいつを俺自身が信じてやれるかだ。己を信じる。無茶だろうが無謀だろうが関係ねえ。俺が俺であるために、俺は俺を信じるぜ。くそ、ワミスケ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕は僕を信じてみるよ。だからこのお方を秀吉様のもとへ。爪のような跡が3本。これは